リアルレゴッド魂。どうも、中小レゴチャンネルです。今回は、機動戦士ガンダムサンダーボルトから、サイコザクを作ってみたよ。よかったら見ていってね。MS-06R サイコザク。頭部の角はオレンジパーツで再現。動力パイプのシーリング処理部分も再現。背面の小型ランドセル。右腕部、L 字のシールドを装備。胸部、バーニアとティージャーアーマーを再現。左腕部、ショルダーアーマー。腕部、腰部。脚部のボリュームがある分厚い装甲。脚部の動力パイプ、アポジモーターはゴールドのパーツで再現。高機動型ザクをベースとした形状と、赤、黒、オレンジのボディカラーの色分けを忠実にレゴで再現。装備、武装、大型ランドセル。白や赤のパーツで放熱品を表現、サブアームは渦巻き状に収納。大型ランドセルを装着。ジャイアントバズ、3機。装備。大型ランドセルを装備してもなんとか自立します。ロケットブースター2機、ザクマシンガン2機、シュツルムファウスト3本、カブロケットブースター2、シュツルムファウストと雑魚マシンガンを取り付け、カブロケットブースターを大型ランドセルに接続、上部ロケットブースターにジャイアントバズを取り付け、上部ロケットブースターを大型ランドセルに接続、サブアームを展開、サブアームにザクマシンガンを装備、ビーム、バズーカ、大型ロケットブースター、カブロケットブースターと接続。大型ロケットブースターを接続した状態は、さすがに補助なしでは自立できませんが、サイコザクの圧倒的な存在感を再現できたと思います。高評価とチャンネル登録お願いします。